本作ファントム・オブ・キルのちょっと紹介をさせていただければなと思うんですけれども、本作はですね、まあ、戦略性×ドラマというところもちょっと打ち出しておりまして、こう武器の記憶を持っている女の子たちが失われた記憶を探し共に成長していく物語というところのちょっとドラマ性もバトルとともに見せていただきたいなというふうに思っておりまして、まあ、ストーリーもこんな感じでちょっと進んでいくんですけれども、それではですね、早速本作の目玉のバトル部分をご紹介をさせていただければなと思います。でですね、本作ユニットによってさまざまな攻撃のパターンがありまして、でこちらのキャラはですね、ヨイチと言いまして、こう弓をメインに使うキャラクターなんですけども、まあ、弓は遠距離攻撃だというところで遠くから攻撃できますと。ですがこう関節隣接した場合はですね、攻撃ができないので、まあ、反撃だけを食らってしまうことになってしまいます。で今回魔法っていうところもね、銃というところになってまして、魔弾と呼んでおります。で魔弾の場合はですね、近接も遠遠いのもですね、撃てるというところで、さまざまな距離から攻撃ができます。ただしですね、こうヒットポイントを減らしてこう攻撃するというところで、使いすぎてしまうとヒットポイントが減ってしまってあっという間にやられてしまうリスクがあるというところが特徴となっております。でもう一人ですね、こう杖っていうところで、杖はこう回復魔弾というものを使えてですね、まあ、味方のヒットポイントを回復できるというふうになっております。それでは早速バトルの部分をやってみましょう。で戦闘画面なんですけれども、このような形になっております。でユニットの方はですね、下を選択してもらってもユニットを直接触ってもらっても選択ができます。でもう一人、先ほど紹介できなかったんですけれども、こう普通のこれはティルヒングというキャラなんですけども、インフォを見るようですね、細かく内容が書いてあるんですけども、この子はですね、剣を装備しておりますので、直接隣接して敵に攻撃するという形になっております。で移動の方法なんですけども、今見ていただいた通り、こう行き先をタップすることによって移動ができます。それでは早速敵と戦ってみましょう。こちらのセレクトボタンをこう押すとですね、攻撃予測画面が現れます。で今だと、まあ、テルフィングの場合13ダメージを与えられます。その代わり2ダメージを食らっちゃいますというところがあります。で命中率なんですけども、今はこう 100% なので必ず当たるという形になっております。それでは早速バトルの方に入ります。本作の目玉としてはですね、バトルがフル 3D とで表現してますので、スキルだったりですとか必殺技だったりですとか、こう派手な演出が見せられればなと思っております。それでは今度は先ほど説明したこのヨイチと、でこれは弓なので、遠隔から攻撃できます。今は2マス離れている形になるんですけども、離れたところで選択できて、でもちろん敵の攻撃は食らいません。もちろん敵が弓兵だったら同じようにダメージは食らってしまうので注意してください。で同じようにさっきのマダンキャラをこう動かしてみます。マダンキャラの場合もですね、こう遠隔でも攻撃できますので早速攻撃してみましょう。で今作ですね、戦闘中にこの早送りボタンを押すとですね、倍速でこう動くというところがありますので、ちょっと後ほどもう一度やってみましょう。で今度は残り杖のキャラですね、先ほどこう魔弾で減ってしまったキャラクターをですね、少し回復をちょっとしてみます。これで攻撃をしたマダンのキャラクターが回復しました。で自分のフェーズが終わるとこの敵フェーズに入ります。
それでもう一つですね、戦闘中に目玉となるのが今回支給品というものを用意してまして、この支給品というのはプレイヤーフェーズの最初にしか使用することができませんと。でプレイヤーが誰か行動してしまうと支給品は使えなくなってしまうので、この最初の方に使うようにしてください。で今持っている支給品はこう生命水なので、先ほどちょっとダメージを食らった余市に使ってみます。そうすると一目でこう回復してですね、戦闘を有利に進めることができますので、支給品の使いどころのタイミングなどを見て戦略的に攻めていっていただければなというふうに思います。で支給品の方はですね、ヒットポイントの回復以外に、例えばターン数3ターン攻撃力が何々アップするなどバフ効果を持ったものですとか、いろんな種類がこうありますので、支給品などは戦闘中に手に入ったりショップで買ったりとか、さまざまな方法で入手することができますので、それを支給品とに組んで戦闘を有利に進めていっていただければなというふうに思います。それでは早速また開始していきましょう。で今度は早送りです。でこれ倍速ボタンがあるので、倍速で進むとスピードよく戦闘ができますので、こう特にもう時間がない時ですとか焦っている時とか、もう早く次に行きたい時は、まあ、スピードを速くしてプレイしていただければなというふうに思います。ただやっぱり今作演出がやっぱりこだわりの部分の一つですので、そちらもぜひ注目して見ていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。であと一撃でとどめをさせる段階なので、先ほどの反撃を食らわない魔獣で、そしたらステージはクリアという形で戦略を持って戦っていっていただければなというふうに思います。